さい頃から漫画はよく読んでいて、一番好きだったのはハンターハンターとか桜姫花伝が大好きでした。その頃はまさか大学で漫画を学ぶなんて想像もしてませんでした。漫画は単なる子どもの読み物じゃなくて、今では世界中の人たちが支える巨大なコンテンツ産業。文章だけでは分かりにくいものに絵が加わることで読み手の感情を揺さぶることができるという魅力があります。今漫画雑誌は昔ほど売れていないって聞いていますが、その代わり電子コミックで漫画が読まれています。サークルでは写真サークルに所属しているんですが、熱心な部員とは言えないかも。でもレンズを通していろんな情景を撮影していると漫画の小回りに役立つかもなんて考えてます。大学ではいろんなプロジェクトに参加しました。絵本制作とかアニメーション作り、特に印象に残っているのが絵本制作で、これは実際に書籍化されるものに取り組むというものでした。とても貴重な体験でした。高校では美術部でもないし、専門的に絵の勉強をしていたわけでもないけど、とにかく絵が好きで、今所属しているのが木下ゼミです。テクニックだけじゃなくて漫画の表現方法について詳しく教えてもらえるので、毎日が新鮮で勉強になってます。将来は漫画編集の仕事について、たくさんの人たちに漫画の素晴らしさを少しでも伝えられたらと日々奮闘中です。